こんにちは、料理人アキスキッチンへようこそ。このチャンネルでは家族との幸せな食卓の時間を過ごしてもらうために役立つ料理情報を発信しています。今回はカツオのたたきを作ります。食材は概要欄に書いてあるのでそちらをご覧になってください。薬味を切っていきます。このみょうがの芯の部分ですね、これを包丁でV の字で切り落としましょう。繊維に沿って千切りします。切ったみょうがはこのように水につけときましょう。5分ほどつけたらみょうがは取り出してあげましょう。次に大葉、先端の部分ですね、手でちぎっちゃいましょう。このように丸めます。その後包丁を使って千切りにします。これで薬味の下処理は完了です。次にカツオの下処理を行っていきます。カツオには旬が2回あり、4月から5月にかけての初ガツオと8月から9月にかけての戻りガツオがあります。北に向かっていくときに取れるのが初ガツオ、南に向かっているときに取れるのが戻りガツオ。みずみずしくプリプリとした食感を楽しめる初ガツオを今楽しみましょう。カツオに塩をまぶしていきます。続いてカツオを焼いていきます。まずフライパンを温めます。フライパンに油を少し加えます。そうしましたらカツオを皮目から焼いていきます。カツオを焼く理由はカツオ特有の生臭さを取り除くことと、鮮度が落ちないように旨味を凝縮するためです。長時間焼かなくて大丈夫です。だいたい 4,50 秒ぐらい焼いていきます。繰り返します。で、氷水に出します。氷水で急激にカツオを冷ますことで身が引き締まり、カツオの旨味成分を失わずに食べることができます。そしたら氷水に当てたので、このように水分を取ってあげましょう。これでカツオの下処理の完了です。焼いたカツオですね、これを包丁で切っていきます。カツオですね、この低いところを手前にして高い部分を奥にしましょう。その後包丁の刃元から刃先全部を使って引いて切ります。はい、これで完成です。これでカツオのたたきの完成です。それでは食べていきたいと思います。いただきます。せっかくなんでね、醤油つけて食べます。うん、めちゃくちゃ美味しい。次、大葉と一緒にね。やっぱ薬味合いますね。薬味とカツオがめちゃくちゃ合う。
今回のポイントね、もう一度おさらいしましょう。まずカツオを焼いた理由は、カツオの特有の生臭さを取り除き、鮮度が落ちないように旨味を凝縮させるためです。その後すぐに氷水で急激にカツオを冷ましたので、カツオの旨味成分が失わずに美味しく食べることができました。焼きすぎない皆さん気をつけてください。あとカツオの切り方、包丁全体を使って大きく引いて切りましょう。以上、それらの点を踏まえた上でカツオのたたき作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。